どうもこんにちは、愛談家の妻のあゆかです。お久しぶりです。すいません、長い間動画をお休みしてたんですけれども、そろそろ動画 SNS 活動を再開したいと思い動画を撮りました。でお休みしてた理由を伝えたくって動画にしました。とちょっとあんまり詳しく言うのはちょっと苦しくなっちゃうので控えさせていただきたいんですけれども、1月の頭に私の身内弟が亡くなりまして、でそこからすごく苦しくって、なんか元気に何かを発信するっていうことができなくって、そうお休みしました。まあインスタとか見てくれてる人にはお休みした理由とかを知ってもらってると思うんですけれども、こうやってなんか動画にするのが初めてなのでちょっと緊張しています。でそれと同時にその1月にその弟の件で R 君学校お休みとかしてたんですけれども、その後に R 君が学校行けなくなってしまって、そこでその R 君に問題があるのか、それとも学校側に問題があるのか、それともお友達関係にいろいろ問題があるのかっていろいろ調べたところ、その原因が分かったので、今後そういったこともちょっと動画として発信していきたいと思います。1月からの、まあ、半年以上経ったんですけれども、本当にバタバタしててすごく大変で、まあ、弟のこともあったりとか R 君のこともあったりとかしてすごい大変で、そうなかなか元気に発信することできなかったんですけれども、インスタの DM とかコメントで温かい言葉をいただいたりとかして、なんか自分たちなりにやっぱ何かをしていきたいなと思い、その SNS の活動を開始します。ありがとうございます。愛談家家族は仲良く過ごしてます。私自身その動画を撮るのが久々で、すごいなんか緊張して顔もこわばってると思うんですけれども、元気に過ごしてました。本当にね、ものすごくしんどくって辛い時期だったんですけれども、まあ時間が経って少しずつその前を向けるようになったのかなって思ってます。でもちろんなんかそのいろいろ考えるとやっぱとても苦しくって、ちょっとそうですね、とても苦しくっていろいろ考えちゃうんですけれども、まあ今ある自分の家族を大事にして、で元気に暮らしていくことが一番大事なのかなって思ってます。でね、 R 君がねその学校に行けなくなっちゃって、1年生の3学期ですよね、1月なので、そう、そっからもう本当に週に1回でも行ければいい方になっちゃって、でまあ今原因が分かって、まあそれなりに何か親としてできる行動はできてると思うんですけれども、それが分かるまでも本当に苦しくって、その弟の件と R 君の件がちょうどかぶってしまい、で私のそのメンタルも本当に持たなくなっちゃって、本当に何もできなかったんですよね。そうで、まあその中パパが私のことを支えてくれたり、まあ、R 君もなんか学校は行けないけどいつもニコニコして明るく家で過ごしてくれたりとかしてて、でもそれが救いになったのかなって、まあ私の親にも支えられたし、パパの家族にもすごい支えられて心配してもらって、で私3人兄弟なんですけど、一番下の弟の彼女にも支えられて、でこの半年はなんとか過ごしてましたね。せっかくこうやって自分から何かをできる機会が
あるので、このままではもったいないなって思って、本当に家族で R 君も含めてもう3人でしっかり話し合って、今後どうしていくかって、その SNS に対してどうやっていくかっていうのを考えた上でまた再開することになったので、今後ともよろしくお願いします。で、 R 君に関しては結構具体的にそのどういったことが原因で学校に行けなくなったかっていうのを、そのまあうまく伝えれるかわかんないんですけれども、発信していこうと思ってます。パパの病気のこともすごく気になってくれたりとか心配してくれてる人とかもいると思うので、パパが今仕事で忙しいので落ち着いた時に2人で話してる動画とかも撮れたらいいなって思ってます。なので今後ともちょっと長くなっちゃったんですけど、今後ともよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。